感謝するよケープドクレセイダー。センサーアレイの故障で分からなかった。今すぐスキャンする。気をつけろ。マインドコントロールのビームを発射する。そう、そして彼は僕のスピーチのおかげで正気に戻ったんだ。お前のスピーチは関係ない。腕より足を引っ張る方が好きなんだよ。ダイエットが必要なグランディ。もう少しでいけそうだ。最悪、私まで臭くなったわ。やっぱりグランディのことだった。みんな落ち着け。本物のホークマンが来る前に肩をつける必要がある。おう、それなら心配ない。よくやったジョーカー。宇宙に行ったことはあるか、グランディ？もちろん。宇宙ってなんだ？やはりあの物体は太陽系のものではない。推測通りだな、ケープドクレセイダー。そうだな。これか、こっち。ケープドクレセイダー。通信が途切れてる。原因は別のところにありそうだな。ここでは直せない。グリーンランタン、手を貸してくれないか。警告、テレポーターの不正使用を検知。援軍が必要そうだな。ジャスティスリーグに次ぐ。ジャスティスリーグに次ぐ。メーデー、ウォッチタワーでコードレッドに侵入。なかなかいい感じだ。ジャスティスリーグに次ぐ。ジャスティスリーグに次ぐ。メーデー。デザートです。メーデー、メーデー、ジャスティスリーグに次ぐ。いや、すぐに感情を頼む。え？息つく暇もないのね。ジャスティスリーグに次ぐ。メーデー。悪者が勢ぞろいだ。侵入者だ、ケープドクレセイダー。バットマンと呼んだ方が早いぞ。今から向かう。セキュリティプロトコルにのっとり、逃走防止のためにテレポーターは停止する。ああ、分かっている。他の方法でいい。時間がないな。セクター2814のグリーンランタン、侵入者たちの相手は私がしよう。君にはあの物体を調べてほしい。何か分かったらすぐに私に報告してくれ。頼むからハルト呼んでくれ。よう、マーシャンマンハンターさん。おとなしくしろ。わかった。でもその前に仲間のみんなを紹介させてもらうよ。まず彼はファイアーフライ。あんたは炎が大好きだって話を聞いたからわざわざ連れてきたんだ。いや、炎は私の唯一の弱点。あ、ふざけるのはほどほどにしておいて、今すぐメインコンピューターを乗っ取るんだ。おふざけも大事だぞ。ほら、アクセス承認。あらら、毛が全部逆立ってるぞ。と言っても前にしかないけど。緊急警報、ロケットが接近中。パーツ切り離し完了。ソーラーパネルを展開。乗るもの飛ぶものすべてをコウモリっぽくするのは本当にご苦労様ね。ジョーカー、ここにたどり着く前に食い止めろ。バカッとケープまで追い返してやる。
ウェーターが感情に手間取ってね。ロビンはこちらで運ぶよ。なんとか自力で中に入ってくれ。これ一人乗りなんだけど。制御室へ。俺とスーパーマンはドアを直す。奴らがここまで来るぞ。真実しか言えなくなる。本当に私が嫌い？いいえ、本当は友達になりたい。そうでしょう。でもあなたよりは私の方がコスチュームが似合ってるし、スーパーマンはあなたが思ってるほどあなたを好きじゃないと思う。もういいわ、黙ってて。実は下水道でもキラークロックを追いかけてたんだ。なぜ捕まえなかった？逃げられちゃったんだ。でも今度はうまくやる。いつもこのパターンだ。何を企んでる、ルーサー。
彼はウォッチタワーを乗っ取って脅せば自分が大統領になることを地球が認めると考えているんだ。黙ってろジョーカー。なるほど、バイナリーフュージョンキャノンか。そう、そのなんとかふかふか布団ってやつでね。いい加減にしろ。でもバッタちゃん、ゲームはまだまだこれからさ。ジョーカーのびっくり賞へようこそバッタちゃん。スーパーなお友達も一緒でとても嬉しいよ。ありがとう、カナ。これで一件落着したな。緊急警報、物体が接近中。セクター2814のグリーンランタンに調査させているところだ。ジョーク、私の名はブレイニアック・アンドロイド。そして知識と文明の